生協小学校で30日、プロのマジシャンによるマジックショーが開かれ、児童たちが生のマジックを堪能しました。マジックショーが開かれた生協小学校の体育館には、全校児童のおよそ160人が集まりました。学校を訪れたのは、大阪を拠点に活動しているプロマジシャン、ユージ・ミナミさんで、この日はトランプや紐を使ったマジックを披露しました。公演では、一人の児童がステージに呼ばれ、イラストが描かれたカードを引いて、袋の中の果物を当てるというマジックに挑戦しました。でも、実はそんな方じゃないんですよ。手入れてもらっていいですか？はい、じゃあ出しましょう。3、2、1、みんなに見えるように。この公演は小浜市の旅行業者が児童たちにプロのマジックを体感して感動や夢を持ってもらおうと、幼稚園と小学校を対象に去年から開いています。児童たちは目の前で起きる不思議な光景に歓声を上げ、拍手を送っていました。机が空中に浮くのがすごいと思いました。やってみたいなっていう気持ちになりました。